シンガポールで行われている卓球の国際大会シンガポールスマッシュ2024では連日世界トップクラスのプレイヤーたちが熱戦を展開しているその中で日本人選手が試合後に見せた表情が海外メディアなどで話題を集めている動画伊藤美馬の礼儀正しい行動を中国も称賛 60歳のレジェンドと健闘を称え合った心温まるシーン。3月10日に女子シングルス1回戦に登場した伊藤美馬は、ルクセンブルクの2位シャーリエンと対戦。現在60歳という年齢の2位は、かつて世界選手権で団体や混合ダブルスで優勝を飾るなど、1980年代から国際舞台で実績を残してきた大ベテランだ。 サウスポーのペンホルダーという独特のスタイルで戦うニーに対し、伊藤は1ゲーム目の序盤こそ03とリードを許すも、そこから挽回し、11対4で最初のゲームを奪うと、続く2ゲーム目は接戦となるも11対9で連取。さらに3ゲーム目もサーブや強打でポイントを稼ぎ、リードを広げたまま試合を優位に進める。 10から6とマッチポイントを迎えると、ここでも伊藤のサーブがさえ、2ーがフォアで返すもボールはネットに当たりながらそのままコートの外へ。このレシーブミスにより伊藤の勝利が決まった。